ウィリアム・スタージャンは、イギリスの物理学者で、最初の電磁石と、イギリス初の実用的電動機を作った発明家である。1783年、イングランドのランカシャーのホイッティングトンで生まれる。その後、靴屋に土定にされる。1802年に軍隊に加わり、独学で数学と物理学を学ぶ。1824年、 サリー州のアディスクームにあった東インド会社カレッジで科学の講師になり、翌年には最初の電磁石を公開している。7オンスの鉄の塊に銅線を巻きつけ、それに電池からの電流を流して電磁石とし9ポンドの鉄の塊を持ち上げるという実験で電磁石の威力を示した。1828年にアンドレ・マリー・アンペールのソレノイドの考えを実行した。 1832年、ロンドンのアデレード・ギャラリー・オブ・プラクティカル・サイエンスの講義スタッフに任命され、そこで清流子を使った直流電動機の実験を行った。1836年、アナルズ・オブ・エレクトリシティという学会誌を創設し、同年権流計を発明した。スタージャンは、ジョン・ピーター・ガシオットとチャールズ・ヴィンセント・ウォーカーと親しく、この3人で1837年に、 ロンドン電気学会を創設した。1840年、マンチェスターのロイヤル、ビクトリア・ギャラリー・オブ・プラクティカル・サイエンスの監督者になった。ジョン・デイビスやその生徒だったジェームズ・プレスコット・ジュールと親しくなり、一種のサークルを結成。そこにさらに、エドワード・ウィリアム・ビニーや、ジョン・リーが加わっている。ギャラリーは1842年に閉鎖となり、その後は、公演や、 公開実験で成形を立てた。1850年、プレストウィッチにてエミン。ありがとうございます。